これいいね。うん、ここすごいよね。ビールいただきます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は日光に来ています。なんで日光に来てるんですか？星野リゾート界日光に行きます。イエーイ。今から界日光行きたいと思います。おー、確かにこのままの大浴場まで。あ、そうです。ご案内させていただきますね、はい、よし、いいよ。こんにちは。こちらではレントコゲットの日光ゲタですね。こちらでご紹介しております。もしあの晴れた際などこちらご覧いただければと思います、はい、じゃあお風呂見せてもらおうか、特別に、ね、大浴場ご案内いたします、はい。うん、広そう。いいね。おお。あ、はい。うん、露天だね。こちら側の女性の露天風呂でございます。こちらが岩刈りところでございます。はい、上がってみるわ。ここに上がりたくなっちゃうね。これさ、あるでしょ、うん、あ、そうかね。あ、ずっといちゃうわ。岩刈りの風呂が広いのが海日光の特徴で。うーん、海ブランドではトラベルライブラリーを全ての施設でご用意しておりまして、海日光ではこちらのあの栃木県の伝統工芸品の金沼組子が組子ライブラリーとしてご用意しております。ですので、どこの海ブランド行っていただいても、こういったあの24時間で使えるトラベルライブラリーがご用意しております。こちらでコーヒーやハブティー24時間でございまして、またこうお客様が次の日のこう滞在を考えていただけるような、その旅行本などもご用意しております。すごい、なんか空間を広く取ってるんですね。そうですね、シドのこの海日光の施設は3000坪約あるんですけれども、うんうんうん、その中に33部屋しかないので、本当に今で言いますと本当に3密回避にはぶってこいの場所なのかなと思っております。ですので大浴場やですね、こちらのお食事所も今半個室でご用意しておりますので、そういった意味でお客様すごい安心安全でお楽しみいただけるかなと思います。はい、じゃあ1回ね、部屋紹介していただいたんですけど、このね、勝負っていうお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。じゃあこのかわいい鍵で開けます。はい、じゃーん。おお、ここに、はい、オートロックなんですね。あ、ね、オートロックって言ってたね。はい、なんか自然とさ、ひそひそ声になっちゃうね。確かに。入っている左にちゃんとアルコール消毒が。あ、ほんとだ。ね、すごいよね。うん、安心。あ、部屋にもアルコールあるんだ、すごいね。で、ここトイレだったよね。ここトイレで、ここにじゃーん、うん、貝のドリップコーヒードリンク系が置いてあります。あとちょっとお菓子も。あ、ほんとだ、食べたい。では先行きましょう。はい、じゃーん、すごい、これいいね。うん、ここすごいよね。ね、ここの光景めっちゃ好き。あー、ここちょっと怖がりになる。あ、ほんとだ、怖がりになってんだ。ここお布団です。かっこよくない？なんかね、すごい絵になってる今。ほんと、うん、これは映えるな。ここに館内着の浴衣とかがあるね。ほ、うんと、楽しみ、着たい早く。すごい、なんか いろんなパターンのがあるよ、浴衣と、あ、これ羽織か。
うんうん、これ羽織で浴衣が2パターンある。じゃーん、この空間最高だね。ね、落ち着けるよ。落ち着く。まあ、あいにくの雨だけどね。うん、ここからほら中禅寺湖を眺められる、うん、大雨ですね。山もあるんだけどちょっと霧がと雨でかぶっちゃって見えないけど、うん、ほらすごい貝日光を見渡せます。あ、ほんとだね。かっこいい、ほんとにこの作りかっこいいよね。ね、すごい城じゃん、うん、ほんとお城みたい、うん、じゃーん、アメニティ、うん、っていうのかな。これ風呂敷なんです。風呂敷に包まれててね、ちゃんと風呂敷の結び方とかね、いろいろね書いてあるんです。うん、なんか貝日光ごとに多分その各地の色があるらしいですね。へー、ここにいろいろとアメニティが入ってました。はい、歯ブラシと櫛と櫛とコットと綿棒が入ってます。はい、すごい、うん、いろいろ入ってる、はい、この風呂敷もかわいらしい。じゃーん、はい、これでカバックにして帰ってお出かけしたいと思います。うん、かわいいね、それかわいいね、ほんと。うん、かわいいね。ってことでじゃあちょっとねお部屋でゆっくりしていきたいと思います。はい、ではこの後温泉いろはお聞きに行きます。はい、ゴー。温泉いろはっていうやつで、そのなんか温泉の若い子たちにも温泉のいろはを知ってもらおうっていう企画らしいです。でこの後説明していただけると思うんですけど、例えば温泉の本質を理解しましょうとかね、入浴法、呼吸法とかいろいろ多分ね、これで知れるんじゃないでしょうか。それで、はい、この後お風呂に入ろう。うん、リラックスしすぎちゃうんじゃないですか。本当だね。温泉とは何かというところですが、うん、温泉はですね、実は、法律でこういうものが温泉ですよという決められている条件がございます。温泉さ、さば、いや、俺もでも3だと思った。本当？うん。あー、よいしょ、お部屋戻ってきました。はい、温泉いろは行ってきました。なんかめちゃ楽しかった楽しかった、うん、なんか普通に楽しかった、本当に。なんか温泉のね、クイズと、そう、クイズだから楽しめたよね。うん、ストレッチと、うん、本当に楽しみながら、なんか お勉強じゃないけど、うん、なんか知識もらえて楽しかったね。いや、楽しかった、うん、俺こういうイベント楽しんじゃう人なんだよね、うん。ってことでじゃあね、今から温泉に入っていきたいと思います。はい、じゃあご飯会場に行きます。ご飯会場、夜ご飯食べてきます。はい、ちゃんと風呂敷でね、うん、たくさんあるね。これだけでさ、なんか量がいっぱいあるんだなっていうのがわかるよね。うん、これでお腹いっぱいになっちゃうそりゃそうでしょ何でお腹いっぱいにしようとしてんの。じゃあ、乾杯。あ、おいしい。あ、最高。濃いさじでお召し上がりください。美味しそう、ね、かわいいね。湯葉のムースだってね、楽しみ、湯葉大好き、うん。じゃあ一口食べてみて。いただきます。はい、うん、うん、美味しい。醤油の、うん、ジュレ、うん、なんかこっちまで匂いきたよ。ほんと、うん、香りが。食べてみますかね。食べてください。湯葉のお刺身、最後にブリをご用意しております。お作りの漬けダレを2種類ご用意しておりまして、
娯楽盛りの左下左手、星野リゾートオリジナルの甘みが特徴の醤油、星野醤油、お隣がお米と麹から作られております甘酒と梅肉を合わせたソースでございます。すべてのお作りに合うようにご用意しておりますので、ぜひ食べ比べてみてくださいませ。はい、うわ美味しそう。じゃあ食べてください。いい、このホタテいただいて、うん、いいよ。見てこれ、え、何これ、すごい分厚ね。じゃあこのね、お醤油にちょんちょんつけていただきます。美味しい。このホタテの甘み、うん、とこのお醤油も結構甘みがあるんだけど、うん、その甘みが本当にマッチして美味しすぎる。いいね、うん、よかったね。うわぁ、うめぇ幸せそう。なんだ、うん、じゃあちょっと一口食べてみてください。いただきます。栃木のいちごだね。そうだね、有名だもんね。うん、おいしい。このお、ひょわっと溶けるミルクムース。はい、じゃーん、浴衣に着替えました。着替えました。はい、じゃあ今、9時前なんですけど、ご当地楽日光下駄談義っていう、その星野リゾート界のご当地楽っていう、その地元の出し物みたいながあるらしいので、それに行ってみたいと思います。行きます。はい、じゃーん、ユーバー、すごい5種類ってすごい。これもまた、これもまたん、かわいい。あ、ね、うん、夜にね、この部屋着でお話しする時間になりました。はい、はい、こうやってね、資料もいっぱいいただいたので、そういうの見ながらね、ちょっと話していきたいと思います。はい、これね、湯上がりビールのセットです、うん、はい、すごい。じゃあ、継がせていただきますよ。いいんですか。はい、これね、至福の湯上がりビール、貝のビールですね。すごいなんか飲みやすいらしいです。どうもどうも、お疲れ様です。じゃあ、ビールいただきます。うん、あ、飲みやすい。本当だ。あ、すごい飲みやすい。びっくりした。うん、苦味が少ない。結構ゆったりしすぎなんですけど、湯葉を食べながら話していきたいと思います。で、今回は、20代の旅を応援するプロジェクト、貝旅 20s っていう20代向けのこのプランで、予約させていただきました。まあね、こういうのの、まあ、本当に詳しいのは、詳しいお話はホームページで見ていただきたいんですけど、まあなんか SNS でこういうハッシュタグをつけて発信してくれると、最後にお土産がいただけますよとか、その貝のあのシリーズの中でも全て全国一律で1泊2食付きで1人1万9000円で泊まれるっていうプランがあります。そうです、うん、お得だよね。お得だね。で、俺は結構ご飯かな、ご飯がすごい良かった。あ、ご飯美味しかったね。うん、っていうことで、すごく、まあまだ明日もあるんですけど、すごくね、なんかリラックスできていい、うん、なんか懐かしさもありながらの、まあちょっと若い人たち向けにもなってたりするところもあったりとか、でも逆にその若い人たちに寄せるんじゃなくて、なんだろう、若い人たちにその栃木の伝統を知ってもらおうっていう、そっちのスタンスって感じがしたかな。ゆっくりします。はい、ゆっくりします。
おはようございます。おはようございます。よく寝れました。よく眠れましたね。ね、大きいベッドで、ふかふかのベッドで、うん、うん、最高でした。最高でした。じゃーん、すごい、なんか神秘的だね。うん、霧がかかってます。いやってことで、じゃあなんか朝の体操が7時からあるそうなので、そこに行きたいと思います。はい、行きましょう、はい、温泉の朝は早いよ。早いよ。寒いかね。寒いじゃない。すごいいい景色だな。本当だ。どんどん色づいてきますが、おそらくこう体操してるうちにどんどんもうちょっと見えてくるかと思います。どうだった現代当時体操は？はい、めちゃくちゃ気持ちよかったです。ね、気持ちよかったよね。ね、山も見れてよかった。うん、本当なんかリセットされる感じがして ね、本当に気持ちいいんで、みんなも参加してみてください。はい、はい、じゃあお風呂上がりのアイス食べたいと思います。じゃん、どうしよう。期待できますね。ね、お腹空いたね。お腹空いたね。うん、おいしい。ハーブティー飲んでみて。じゃあチェックアウトしに行きましょうか。はい、はい、しに行きましょう。はい、よかったね。すごい充実、ゆっくりしちゃったね。結構、うん、ゆっくりしちゃったし、もうなんだろう、満たされた感がすごいです。確かに、めちゃくちゃ満たされたし、うん、ね。はい、じゃあチェックアウトしていきます。これがもらえるんだね、ハッシュタグつければね。え、これ可愛いなって思ってた。あ、ほんと？ね、お楽しみにって感じだね。じゃあこれは、うん、はい、じゃあ、はい、チェックアウトして、買いに行こう。出ました。出ました。はい、いいね。なんか本当に心温まったわね。本当にほっこりした ね、うん、ね。まあそのね、20代限定のプランとか、うん、ね、お得に泊まれるし、皆さんもぜひご利用してみてください。本当にめちゃくちゃ充実して楽しめたの。楽しめた、うん、なんか暇とかさ、うん、だらだらしすぎてなんか時間を無駄にしちゃったみたいな、うん、もなかったし、確かに。でもすごい落ち着いたし、うん、本当にね、次が楽しみ、うん、次が楽しみ。次なんでだ。なんでだ。次が楽しみだね。確かに。ってことは次は何なんだ。次は何だ。次のホテルは星野リゾート青森屋です。イエーイ。ってことで、じゃあ次のホテルの動画はまた星野です。はい、はい、青森屋
青森にある星野リゾートですに行きたいと思います、はい、じゃあお楽しみに。楽しみに。では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、 Twitter と Instagram にてホテル紹介もしているのでそちらもご覧ください。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。